うん、昨日帰って風呂入って上がっても出てきもせんかったよ。おるやん、タクは今日おるやん。今日は靴下穴開いてない。ほら気づかん。お、首輪が違う、もしかして。そう、あ、それ言いたかった。うん、それ難しくない？気づいてないんや。アロンを昨日お出迎えしなかったので2日目はさすがにお出迎えするのか説みたいな。そんな何それ。いやいや、昨日お出迎えしてくれんかったや、2人2匹とも。そうね、タマさんはしてないけど。あ、来た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 。首輪ね。お、いいやん首輪。いやで、鈴はいいやん、かわいい。で、まあ、鈴はね、取ってあげるんやけど。そう、鈴を取りたいけ先に取らんで待って。鈴のちょっとチリンチリン歩くのをちょっと見たいって言ったんで残してくれたのね。うん、すごい動くやん。みんなうるさいんよ。すごい動くやん。いや、みんなうるさいんよ、うん、私もうるさいし。あ、うるさい、うるさい、やめて。じゃあね、外してもらおう、ね、外して、まあ、タマさんも気になるやろしね、この音ね。そう、うるさいよ、ね、タマちゃん。そういうこと。ハゲ治ったんよ、ほら。これ今ちょっと肩がついとるけど、あーちゃんね、ハゲが治りました。この前までこれモルツさんにいただいたこのね、誕生日用っていうかおめかし用の首輪をつけてたんですけど、やっぱね、これはね、ちょっと特別な時用に使いたいんで、これ大事に置いておこうと思います。でね、新しく買ったのがこちらです。新しく買った首輪、これ全部プラスチックで、なかなかね、全部プラスチックのやつってないんですよね。で、安全の外れるやつね。色は、まあオレンジがね、またなかったから、色はピンクとオレンジと黄色。どこ見よう、あーちゃん。かわいいよね。ほら、これでね、ハゲもできないで首はつけれるね。出た、見えるやん、こう。なんか毛皮みたいになってないね、あっちゃん。見て、ブラッシングしたっけ、怒ってる。